さっきうんこしてたら清師匠から電話かかってきた。別に狙ったわけでもないでしょうけどね、師匠は。うんこしてますかって絶対聞いて。絶対にないし、どういったご用件でかかってくるんですか。いや今度60周年、はい、芸歴、あでいろいろやりはんねん、うん、それで NGK でやられるので、ね、はい、声かけていただいて、でやらさせてもらうんですけど、それわざわざ出てくれるらしいね、うーん、ありがとう、いくつだったんじゃなく、ちょうど それが3月31日で、はい、俺の誕生日の次の日やから、なるほど、師匠たまたまですけど俺の 30日だ、前日俺50なんですよ。ジュニア君が50、うわすごいな、すごいね、さすがですね。ちなみに僕はそうか、国会議事堂にいましたけど、あんたの方がすごいな、めちゃめちゃすごいな。あやそれ50で38からやって、38で議員やって、こんなやってはったんですね、何期も。ほんで18年。スパイタリティーございますわ。厚みがちゃうわ、ね。そうですね、うん、さあ、というわけで、半年ほど前にやりました、うん、公募に応募して、当選金を狙おうという企画なんですけど、ありましたね、ありました、はい、当選結果いくつか出たということで、はあはあ、皆さんが出した、はあ、案が当選したのか結果を見ようという回、見たい、うん、なんかアリクイみたいなの、うん、なんかありましたね、レスリングの、はいはい、うん、さあまずは行きましょう、そのレスリング協会のキャラクター名、キャラクターはこちら、あった、2つあったわ、はい、ああ、なんて書いたか忘れたけど。さあこのそれぞれのキャラクターに、応募した名前改めて見ていきましょう。ああなるほど、ジュニアさん、A の方がね、猫の子、マスコットキャラ、あそれ全部やないかみたいな、うん、これが本当のアニマル浜口みたいな、あなんか言うてありましたよね、ホールニャンとかあれせやけどな、あレスニャン、レスニャン、うん、リングスさんね、グレゴローニャン、あグレゴローニャンあるんじゃ、うん、これいったんちゃいます、うん、山本キャットのりふみ、まあ、おもろいけどな、ヒットならぬ、だから猫の声、あ、そうか、あそれがこう来てんねん、神の神の、B がアルソックイ、うん、アリクイにアルソック、そうかアリクイやったよな、アリクイにアルソックがっていうね、はい、さあさあ当選者いるんでしょうか、ね、当選した名前見てみましょう、うん、こちらレ、え、レスニャンよ、やったレスニャンなったん、名前は一緒なんですけど、なったけど他の人が選ばれてる、よく見てください、ちょっと狂気が、あ俺カタカナなんや、あーほんまや、だから別の人が、うん、カタカナにひらがなで、うん、まあ、そっちが採用、うん、そっちの方がええな、いやレスニャンこれ見てから応募してないその人、そんなことないかな、いやそんなことないよ、これニャン変えた方が、そんなことないんじゃん、アーリンやって、あなるほど、そうかそれぐらいやもんね、アリクイのアーリン、別になんかこうね、レスリングがかかってるでもなく、うんうん、まあリングやろな、うん、おお、なるほど、アリとリングじゃない、なるほど、アーリン欲しいな、確かにこれ落選なんや、レスニャン、ひらがなの方がええわ、柔らかいわ、なるほど、ミスター、お参りました、これはいいですね、こういう形で他にも紹介しよう、でも惜しかったん嬉しい、次の公募、はい、北海道の江別市、はいはい、のキャラクター名、あーヤツメウナギ、ヤツメウナギ、あーそっかそっか、ヤツメウナギ、ヤツメウナギのこの名前をつけてくださいという、なんで出したっけ、出た名前こちら、エール君、ジュニアさん、はあはあ、ハッチ君、 またマスコットキャラー、もう全部全部やからマスコットキャラーは、どれにしてもエールはうなぎやね多分、うん、なあ、イールか、イールか、小籔さん、エイベックス、
エーベありそう、うん、スポツあーヤツメウナギで穴が7つの穴つから穴つゆたか穴つゆたか、うん、エナツみたいにエベッチャあ、うん、スポッチャみたいな、はい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 、っていうことか、はい、来い。さあこの名前一体何になったんでしょうか。やつめ団長、応援団長ということです。なるほど。やつめうなぎのやつめ団長、うん、で、つーも目になってるとか。なるほど。目つけたらもう10になるけどな、目が確かに表記までいいですね。ね、かえらしい団長か、やつめ団やつめ団やつめ団長落選自体もかえらしい感じで、うん、ということで、なかなか、うまくいくことはいかないという応援団長か。というわけで、ね、現在募集しているものをピックアップしてきたということなんで、もう一回やってみませんかという提案です。いいですね。誰かうまいこといくまでやりたいです ね。さて、はい、今回のキャラクター出してください。どうぞ。はい、自衛隊三重地方協力本部キャラクターの名前募集、公式キャラクターの母親の名前、グッズをプレゼント、うん、三重県における自衛隊の総合窓口陸海空自衛隊共同の機関、これが公式キャラ、三重美くん、あいびね、うん、まあこういうのがいて、今回はこれのお母さん、はい、名前をつけるの？三重美くんのお母さんと書いてますけど、これに名前をつけてください。これええんちゃうかな。これぐらいでもマミーで三重入ってるっていう。うわー！あー、おい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 、三重入ってるやん。全部大文字のパターンもあるかもな。でもそういうのはちょっとちゃうやろな。あ、ぽ、あの三重子さん、うん、まあ言うたらそういうことやな、うんうん、まああの、うん、三重子って漢字に書くのかな、三十子って書いて三重。でもさっきはひらがなですよね。三重美くんはまあ、三重子さんがそれぐらいか、それはええんか、やっぱりこう、分かりやすさもね、いるでしょうし、幼稚園の時とか、うん、この誰々くん、誰々ちゃん、うん、この子らは分かるけど、親のことは名前分からんから、名字で呼ぶこともなかったんや、はい、だからこう、三重美ママ、よう言えへんの、こう誰々ママがどうな、はい、みたいな、これは多分お子さんお持ちの、確かに、ところは言いがちな子供の名前にママ、うん、パパつける、何々ちゃんママと何々ちゃんパパ、うん、ありますね。これはどうですか、ほんまにありそう、ふみえさん、あーそこで見えな、ふうん、は関係ないです。関係ない、はい、見え入れたかっただけです。もう逆に、はい、アマテラス大御神、いや三重ですけど伊勢神宮、うん、急に変わりすぎません？すごいお母さんね。ほんなんなんでエビの形してんのってなりますよ。すごいお母さんねっていう、うん、まあでも観光でも来てほしいと思ってると思うね、うん、三重に、うんうん、泊まろな三重泊まろうな三重泊まろうな三重みたいなのもかけて、ああ三重と な三重、うん、泊まろうな、泊まろうな、泊まろな見え、泊まろちゃん、ええな、ある程度したら引退しはるかもわからないな、お母さん、やりきったらね。表記もいいですね、大丈夫ですね、カタカナだとかひらがなとか。そうね、そこ大事よ、そこだけで逃しましたからね。アルファベットが絶対あかんな、子供が読まねえもんな、うん、カタカナでマミーはどうですか。マミーな、うん、カタカナでな、でなんでですか言うたら、実はこれ、うん、
さあ来ました、福井県坂井市公式キャラクター、はあ、グッズの詰め合わせもらいます、うん、丸岡そばとか花らっきょとか東尋坊とか丸岡城、はあ、あ東尋坊、東尋坊、うん、ですね、出身者高橋愛、うん、安倍浩二の奥さん、はい、うん、はい、キャラクター見てみましょう。また可愛らしい、うん、ちょっとでもなんか悩み抱えてる感じのちょっとこう悩み顔、いや、もう東尋坊確かに東尋坊イメージあんのかな、らしさ輝くがブランドメッセージの坂井氏、帽子が東尋坊かな、うんうんうん、らしさを探している探偵兼名探偵に憧れてるけどまだまだ見習い、高いところは苦手、うん、東尋坊、帽子、東尋坊、あーそういうことか、がチャームポイント、もう当てに行きますよ、はい、東尋坊、うわー、東尋坊、東尋坊いいですね、はいみたいな、東尋坊の坊は東尋坊の坊の漢字とか、それじゃあ、あーでもこんなんいいんじゃないですか、うん、境犬境目みたい名探偵に憧れている探偵犬やから、うん、名探偵コアン、あーええな、あーかわいいな、うん、コアンな、コアン高いとこ苦手やし、うん、怖い、ちょっと怖い、うん、うん、ちょっとかかってるな、コアン、うん、あ、子供が言いやすいのがいいねな、やっぱり、うん、そうですね、な、はい、崖と犬で学研、うん、こう子供があの言いたくなりそうなね、学研ってあんもんな、うんうん、高いところ苦手ということは、はい、低いところが好きやということ、そういうことで、低橋愛、高橋愛みたいな言うなよどこ好き？ええな出身やけど、あの人は別に高い橋好きなわけじゃないからね高橋愛ちゃんとこの子でなんか PR イベントみたいなね、一緒にやって、ほんなまあだから高いとこが苦手で低いところが得意やけど、東尋坊が高いとこがほんまは苦手、あの得意な方がええや、うん、それはそうですね、あだからその福橋愛もええし、これは安倍神戸はいや、安倍神戸安倍浩二みたいに言うな東尋坊行ったんちゃうか、これなんかちょっとぼーっとしてる感じもあるし、ね、あうん、さあ、これを全て応募するということですから、またまた、期限が来たら発表ということですね、はい、チャンネル登録お願いします。前日俺50なんですよ、ジュニア君が50、うわすごいな、すごいね、さすがですね、ちなみに僕はそうか国会議事堂にいましたけど、あんたの方がすごいからねめちゃすごいからね